います。下に音をうまくターンした佐々木大樹、左足切り返す、シュート決めた。帰ってくる可能性があるわけですよね。いや、っていうかもう何個も持ってるので、はい、お抜けていって、これは先に触ります。中に選手が入ってくる。コメクロスが入る。入れた。うわー、ただコスまで詰めて、これは決まります。神戸が先制。いや、最初のはよく防ぎましたけどね。ウェリントンが入ってきて、このヘディングシュートには触ったんですが、その後ポストに当たったところを詰めていきました。カホリの印象どうですか？いや、本当に速い選手ですよね。マッパは前を向きます。スルパス出る、落としてシュート、狙いました、決めた。ヘディングで中に入れる佐々木大樹、見たチャンスになる、シュート、ね、しっかりと守りました。ティーラトンです。ティーラトンです。そして佐々木にボールが出る。佐々木ドリブル、3対2、ここはチャンスだ神戸。佐々木からウェリントン、ウェリントンシュート、キーパー正面でした。そしてポドルスキーです。何が来ました。しかしここはワンツー狙います。ポドルスキーシュート、ワンツーからシュート、コートに入ります。小林、佐々木、あっといいボールが出た。小川入っていく、運んでシュート。川崎10本、かなり差ができています。ここはシュートチャンスか。後ろから狙っていきました佐々木大樹。神戸が奪う、ウェリントンに入ります。つながる小川、小川が入ってきて藤谷クロスシュート。ここはよく戻ります。佐々木がよく戻りました。神戸、ああいった守備の戻り、出足というのも非常にいいです。ロールバックした時のやはりね、ボールへのプレッシングは、ここでスレッソはソーザ、ただ神戸戻りました。カットでしたね。もう藤田聞いてますね、はい、ここにティンシティ負けられないというところです。佐々木大樹です。そして三田がすぐディフェンスに戻りました。攻撃を遅らせます。おっと、これボール奪う、入りましょう。佐々木大樹、ポドルスキー、佐々木は倒れる、狙っていました。秋山、ちょっと2人重なった、この間を突破します。これでチャンスなんですよ。出していきました、ね、あ、はい、でもあ、ね、いや本当に今 ね、 そうでしたね。いや、ここもまだプレスを緩めません。挟み込む、激しい、頑張りましたね。いや、2体をリードしているチームのディフェンスではないですもん ね、 ないですね。足悪プレーしますよね、はい。まあ、浦和レッズ時代もこの神戸のホームでは素晴らしいクロスを ね、 そうですね、ゴールのアシストをしている。僕も対戦するにはめちゃくちゃ嫌な夏。安井のパス、いいとこ来ましたよ。ファールです。相手のマウスボールを取りました神戸です。佐々木、藤田とこういう絡みは多いです。